なんでそろそろ ね、あのそろそろちょっとね、あの助け人を呼びたい。助け人呼ぼうか。助け人。助けてー。助けてー。呼んでるそれ。これちょっともぞもぞ。助けてー。助けてー。チラチラ発射しました。みんなカメラを構えるんじゃない。本当だよ。ちょっと下から構えるんじゃない。でもその方がいいよ。そうだから。まあ確かに。ということで、ゲスト宮梨メンズちゃんです。可愛い。可愛い。一緒に展示もして。ねえ、本当にびっくりしました。ポニーテールもお席をちょっと上げて。上げて。上げですね。上げて気合い入れてきました。本当にコンバースのハイカットがこんなに似合う女久々に見ましたね。本当だ。グレーで可愛いです。そう。グレー。そうね。靴紐がなくて。どうしたの？で履いただけで、まあ、ポンって感じなんです。そう、履くだけなんです。通したの？入りやすいってこと？そう、あの、あそう軽いんですよ、普通のやつよりかは。本当？だからもう走り回れちゃいます。欲しい。かわいい。ね、ローラスをするのにぴったりですよね。ローラスケートのこと？はい。ローラスっていうの？ローラスケートの時は脱ぐんじゃない？そうだよ、ローラスケート履くのかな。靴はローラースケートに靴はくっついてるんですか？もともとそのローラースケートにくっついてるんですよ。これにはくっつけないです。あ、そうだよね。あ、そう。で、でもくっつけられるやつもありますよね。いや、でもあった。昔なんかくっつけられるやつもあったっていう。あ、本当によかったということでした。というわけで、はい、宮梨がいるということは、宮梨と出川がいるということは、はい、ということはあれをやるんですかね。宮梨をここに展示してお送りする可能性もありますけど。そうです、あの、こうやって、かわいいから、そんな、そんなの、こういうダンスでしょ、宮梨のこういうダンス。宮梨のダンスの話、こういうダンス絶対してないですよ。宮梨、こういうのと、あと、こういうのあるでしょ、こういうのこういうのなりたいね。そうですね、はい、確認してくださいま、はい、ということで次の曲聴いてください。引力。Come on.
Yeah, be a nice man. Woo. 最高。どこに行きたいよ抱えない今まで取ってあげるかしないよどこに行きたいよ抱えない今まで取ってあげる愛は二人同じなのに信じきれず不安になる私今日も明日も君に溺れている再びの金魚どこに行きたいよ裸で泣き今は取って走れる子だからの金魚どこに行きたいよ裸で泣き今は取ってやってくる待って ありがとうございます。ありがとうございます。